はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモンスター厳選やっていきたいと思います。今日探すモンスターは、こいつですね。これ。フルメタルレイダーです。おそらく、フィールドに1体しかいないんじゃないかな。特性で奇跡の拳を覚えて、かなり使いやすいモンスターなんだけども、こいつを探します。もちろん、おしゃれさん。どんな形なんだろうね。まあ、とりあえず武器が違うっていうのは、わかるんだけども、他はどういう風になるんでしょう。まあ、とりあえず、場所まで行ってみましょう。到着しました。場所は、この辺りですね。最初の駅から降りて、上に向かって行ったところ、ここだね。ここに、いますけども、見えにくいなぁ。レベル70か。レベル上げは簡単そう。ちょっと待って、これなんか、この砂嵐で、武器が見えにく！ちょっと待って、結構離れないといけないからね。この辺か？あ、いや、もうちょい先で、あ、この辺だ。いや、武器見えん。あ、いや、若干、ここら辺になると見えるかな。ちょっと見えるポイントを探しましょうか。この辺見えそうね。いや、そうでもない。いや、出てこない。あ、出る出る。あー。かろうじてわかるかなぐらいの感じだけども。ま、とりあえず、探してみます。あ、これね、極力、ギリギリまで近づいて厳選すると、まあ見える。もしかして、これ夜しか出ないかな？今のところね、一回も出てない。もしか、あ、お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 、なんか違う。なんか違うぞ。いつもと違う。これ武器違う。何の武器持ってんのこれ。なんか、武器が違う。なんすかそれ。なんか、なんだ？キングアックスかなんか？かな？なんか武器が、かっこいい。はい。オッケー。まあまあまあ、わかった。武器がやっぱね、全然違うわ。ちょっと探しましょう、もうちょっと。これ意外と出やすいかもしれん。また出た。で、さっきと、どうだ？色は、あ、違う、ちょっと待って、こいつ、模様がある。うわ、なにこれ。かっこいい。いや、武器自体も、なんか紫色っぽいぞ。うわ、この武器かっこいい。オッケー。超おしゃれさん。上級者、出ました。オッケー。いい感じ、いい感じ。今みたいなやつを、もうちょっと探したいよね。いや、これ、出やすいの、気のせいでした。気のせい。全然出らん。出らん。ただただ、たまたまね、立て続けに出ただけで、全然、ちょっと待って。反射ダメージがある。これやべえな。あ、ちょっと待って。ミスった。いやー、反射ダメージがあるか。倒すのめんどくさいなぁ。本当にね、これ、出にくいわ。たまたま運が良くて、ポンポン出ただけで、普通には、これ、出ないね。はい。もうちょっとで夜か。あと1体ぐらい今日のうちに出てほしいな。よかったー、今日のうちにもう1体出てきて、お、ちょっとなんか違くない？顔が。ちょっと待って、なんか顔が違う気がする。なるほど。はい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 。あれね。これ、顔と体の模様は別だ。体の模様と顔がなんか一緒っぽいから、一緒につくもんかと思ったら、別々だね。顔と体と、あと武器。だ。じゃあ俺、2回目に手に入れたやつは、あれは全部続いてたんだな。そろそろ、夜に切り替わりますね。あ、
これ夜の方が見やすいかもしんないね。風が止んだ。でも多分夜はね、出ないのよね。お、上級者さんをゲット。危ない。ソリア、トーリア、もう一丁。後半急に出なくなった。でも模様付き、ラッキー。それでは1時間みっちりやってみました。どうでしょうか。多分ね、十数体は出てると思う。十数体はいるはず。なるほどね。ちょっと待って、邪魔なやつはちょっと消していこう。でもね、十数体はいるでしょうよ。おー、炎の目が、炎の目じゃないな、炎のマスクみたいな感じか。8、12、13、全部で13体仲間になりました。で、おそらくだけども、こいつだけかな。確か2回目に仲間になったやつが、マスクと模様と武器が違うやつだったので、これが一番上級者だね。うん、あとはマスク付きが何体かいる。はいはいはい。あ、でも金のやつが1体だけか。あ、優秀だよ今回。優秀。うん、だいたいね、虹って金と半分半分ぐらいだけども、今回はだいぶ優秀ですね。では金の方から見てみましょう。はいはい。あー、なるほどね、特性が1個だけ。これはよろしくないですね。はい、 OK。 では武器だけ違うやつから見ていきます。上級者は後で見るね。マヨネなんだ。おお、5個持ち、5個持ちだよ。おお、特性だね。あとは問題は奇跡ある。あ、でも豪傑か。豪傑はね、残り HP が少ない時なんで、どうなんだろうね。豪傑じゃない方がいいような気がする。はい、でも5個持ちだね。いい感じ。タノキュー5個持ち、素晴らしい、素晴らしいよ。特性は、あ、でも豪傑絶対つくのか。なんか一番上のやつは固定、いや違うな、金のやつは豪傑ついてなかったもんね。まあいいや、とりあえず熱血感と、奇跡の拳がついてるのでかなりいい感じ。タノキュー、うん、ちょっとこいつは一番いいかもしんない。セオドリー5個持ち、ちょっと待って。5個持ち多いね。あー、でも刃のボディだけ。ダメです。はい。あ、まあまあ、まあまあまあ、まあね。取っときましょう。タカギン。どう？あー、4つ持ち。5個持ちばっかかなと思ったら、そうでもなさそう。熱血感と、あ、はい、豪傑ついてないやつあるよ。あるある。なんか奇跡の拳と熱血感と刃のボディとかが最高じゃない？次。こいつはゴンシュ。4つ持ちの、特技を、特性2つはやめとこう。うん。3つないとね。メカ感。4つの熱血感。あ！これ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 ！このセット、このセット！熱血感の奇跡の拳、刃のボディ。これ最高。うん。まあ、特技が4つだけども、今のところ一番こいつが好きかな、メカ感。では、ジュアか。ジュア。4つ持ちの、豪傑ですね。これは、さっきのやつの、回バージョンなのでいりません。フルダ、4つ持ち。同じく、豪傑付き。はい。では、こいつらから見ていきましょう。上級おしゃれさん。4つ持ちか。あ、でも爆弾投げを持ってるっていうことか。うん。ダメ。2つ持ちは良くない。こいつは、特技4つ。豪傑、ダメですね。あ、じゃあ、
これだ。こいつが一番、あれだね。一番のおしゃれさん。マスクつけて、模様つけて、武器も違うってやつ。頼む。すごいのついて、5個持ち。あー、まあ、まあ、4つでもいいとしましょう。特性。豪傑かー。まあ一番ね、おしゃれさんだから強いのついてほしかったけども、いやー、豪傑はね、残り HP が少ない時だからね、ちょっと違うかな。ならば、これか、一番俺が良かったのは。四つ持ちの熱血感、奇跡の拳、刃のボディ。これが一番使いやすいかな。上の三人はね、特技五つ持ちだけども、豪傑とかね、車係がついてるので、そうね。こいつは刃のボディだけだしね。まあ、多分このメカ感を使うと思います。はい。まあ、とりあえず今日、フルメタルライダー、厳選してみましたけども、出やすい。うん。出ないときはなんか10分、全く出ないときあったけども、まあ、それ以外はポンポン出てきてくれて、1時間で13体、ゲットすることができました。で、特技5つ持ちが3体か。うん。なかなかいい結果になったと思います。はい。あいつは、多分、かなり強いと思いますので、今後使ってみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。